バーナーパントンさんがデザインをしたフラワーポットペンダントライトです。フラワーポットはちょっと特殊な構造になっていまして、外すときにですね、このシェードの下側部分だけ取れます。こんな感じですね。電球がご覧のように小さいタイプしかはまらないので注意してください。で、この下の部分のパーツですね、これにここの穴を合わせて引っ掛けると。で、その際に中央部のこのワイヤー部分を押さえながら合計で3箇所引っ掛けるとできます。あ、このタイミングでフィラメントが切れました。まあ、とにかくこんな照明ですんで非常にかっこいいですね。では